はい、おはようございます。原ですけど、私はですね、神奈川県の横須賀にありますですね、佐島漁港に来ておりま す、ですね、佐島漁港というね、逗子駅からバスに乗って約30分ほどですかね、乗りまして、佐島漁港前でね、降りまして、今佐島マリナというところに目指して歩いておりますもうね、こちらの、ね、佐島ですね、なんと、タコの名産地で、旬のね、6月8月ということで、今6月で今ね美味しいタコが取れる時期ということで来ておりますね。もうなんかね、やっぱのどかなね雰囲気でめちゃくちゃいいですね。やっぱね、人がねいなくて最高です。やっぱ海がね近いとね、やっぱね、めちゃくちゃテンション上がるんで、私はね、このね雰囲気はねとても好きでございます。マリーナね、すぐ道なんですけど、かなり雰囲気いいですね。アズラマーレ結婚式場ですかね、しょうがないですけど、でめっちゃいい家やるってね、これめっちゃいいっすよ、この家、まあ、すごいっすよ、これ。ランチもあって、フォークもレストランですね。はぁ、いいっすね、やっぱね、まあ、いい橋買ったことだから、天神橋で透明度高いっすね、これ結構高いっすね、びっくりしたっすね。結構綺麗っすね。さあ、行きましょう、佐島マリーナ、すごい神社天満宮、はあ。調べてきたんですけど、毒あるみたいですね。ちょっとじゃあトイレ行ってきます。おー、めっちゃ綺麗。いいですね。おー、いいですね、佐島で今日の撮影場所はこちらでございます。とめちゃくちゃいいっすね。あー、すごい、テトラポットのあれが、あー、向こうにヨットハーバーみたいな見えますね。すごい、ヨットのねえ、高そうな、新しそうな、ね、雰囲気があるんですかね、あそこの音もね。いいですね、やっぱり天神島、笠島なんですね、この辺。はぁ、はぁ、はぁ、あれは笠島なんですね、じゃあ、あれ。へぇ、なるほど。人行けたらそうですよね、泳いで行くのかな。大変だ、これ登っていくんですか。ダメ、魚介装備の捕獲禁止、それダメでしょ。いやー、ほんと雰囲気めちゃくちゃいい。もうこの辺住みたいですね、将来的にはこの辺に住みたいなと思っております。はい、ヨットハーバー着ましょうね。こんな山道の、その介護士、これがヨットハーバー、すごいですね。やっぱヨット持てるってもう相当な話でしたから。でかー、すげえ、めちゃくちゃヨットありますわ。さっきのもこれですわ、さっきのこれは。あー、なかなか坂道が続いて結構きついですね。ゆるい坂道が続くんですね、やっぱ海岸線だと。この坂道こそね、
神奈川の海沿いって感じでね、嫌いじゃないですね、むしろ心地いい、だがそれがいいって感じで小学生ですかね、小学校か中学校か、かっこいいです。すごい、これ民家ですよ、これすごいな、これはぁ、すごい。それよりもね、まず目指します。来ましたね。あともう少しでね、三笠公園という、有名な公園に着くんで、そこでねエンディングを撮りに行きたいと思います。もうね、ヤシの木がこう生えてまして、ね、いいですね、海が近いって感じしますね、なんか平成1キロってね、目指し地名が平成1キロ、平成元年じゃなくて平成1キロってね、もうすぐね、三笠公園なんですけど、目の前に横須賀ポートマーケットっていうバカでけえ倉庫が見えてきました、ね、これお店なんですかね、これバカやっぱり倉庫みたいなね、もう IKEA とかあの辺のがね、アイコスじゃねえや、あのコストコとかね、あの辺のクラスのあれですけど、ちょっと一瞬寄ってみますか、これでかいぞ、これはい、ちょっとね、行ってきましたけどね、お土産課長車、まあ、あの中は食事できたりとかね、お土産買いたりとか、その、フードコートみたいな感じでございまして、まあ、物産展みたいな感じでございますね。いや、めちゃめちゃいいですね、雰囲気。私もね、いろいろ衝動買いしてしまいましたけども、また後ほどね、お披露目させていただきたいと思います。はい、ということでね、横須賀旅終了ということでね、最後ね、三笠にね、ちょっと中、入ってきたんですけども、なかなかね、見応えがあって、40分くらいいましたかね、いろいろ展示物とか模型とかいろいろありましてですね、あのバルチック艦隊とかね、林則女とか、世界史をやってた人なら聞いたことある単語がいっぱい出てきてね、日露戦争のこととかめちゃくちゃね、復習できましたね、私はあの受験であの世界史取ってて、センター試験でね、いい点数を取って大学に入れたんですけど、そのね、ちょっと恩もありつつですね、世界史を、学んだね、私としては感慨深いね、ものでございました。まあ、19世紀は20世紀ぐらいの、ね、近現代のね、世界の、そのね、戦争史というか、歴史にね、関わることがいっぱい載ってますんでね、もしね、興味がある方がいましたら、ぜひね、中の展示物、じっくり見てください。多分ね、全部見てたら多分ね、1時間以上、2時間くらいでいっちゃうんですよね。いろんなね、ゲームとか、なんか、VR とか、映画館みたいなやつとかね、いろいろ、中にいっぱいありますので、ね、ぜひね、デートとか、一人で来るのもいいですし、ぜひね、来てみてください。ということでね、以上横須賀旅でございました。それではまた会う日まで。